始まってっかな。さあどうでしょう。始まったっぽい。おい、始まった。さあというわけで、よいしょ、本日もやってまいりました、ハウスパーティーのお時間でございます。ちょっとお風呂上がりで髪の毛がすごいとなってますけど、ご了承ください。このいつも自然な姿をお届けするのが我が家の鉄則みたいなところありますので、ちょっとすいません、本当に適当ですけど、本当に適当なんです、すいません。髪の毛を適当に乾かして、適当に眼鏡をかけて、適当に始めました、すいません。さあというわけで、今ちょっとインスタライブもやってるんですけど、さあこれがコアハウス、今日で今日でじゃねえか、2日前か、7月1日に、無事にリニューアルをいたしまして、リニューアルして一発目のハウスパーティーでございます。はい、ハウスパーティーでございます。コアハウスはね、まあこれ7月1日からコアハウスに初めて入ってるよって人たちも結構いるかもしれないし、でまあ今インスタライブもやってるってことで、頭15分だけインスタライブやろうと思ってんだけど、そう、まあコアハウスのことまだ知らないよっていう人たちの、ためにもですね、一応ちょっと軽く説明すると、毎月ハウスパーティーっていうのをやってたんですね、今までも。開設当初から毎月必ずやってて、一回もお休みすることなくやってたんですけど、そうで、今までは月末に必ず一回やってて、でこれこのリアルな俺の自宅なんですけど、自宅から2時間ぐらい、いつも10時からに、ちょうど日付変わるぐらいまで配信をやらせてもらってて、でそれがずっとやってたんだけど、このリニューアルのタイミングで、まあ、料金システムとかもちょっと変わるってことで、月末じゃなくて月初にやろうってなったんで、だったら中旬にももう一回やりたいよねってことで、今月からですね、2回やるんですよ、毎月。ちょっと髪の毛ひどいな、本当に。毎月ね、2回やります、今月から。月、もう月の初頭と、月の中旬に2回ハウスパーティーをね、やっていくんです。今後は画面が大きくできないってコメントがコアハウスに来てるけど、画面多分大きくできるよ。右のね、動画のこの四角の長方形の右下のなんかオフホワイトみたいなマーク矢印がこうなってるオフホワイトみたいなマークをポンと押すといけますよね。てかやっぱ通信環境だいぶ良くなったな、新しいアプリになって。そうで、月2でね必ずやるんですよ。でかつ月2回やるうちの2ヶ月に1回なんで、隔月1回はその月の2回やるハウスパーティーのうちの1回分が、俺がずっとコアハウスでやってた、確信をつかない座談会っていうなんかラジオみたいなやつをずっとやってて、1時間ぐらい俺が1時間以上俺が本当に台本なしでなんかみんなからのお便りとかに答えながら、なんか悩み相談乗ったりとかしながら、結構たわいもない話もするし、割と突っ込んだ話も、確信をつかない座談会ってタイトルなんだけど、めちゃくちゃ確信に迫っていくみたいな、結構これって実際どうなのみたいな話を結構ゴリゴリしていくみたいな、ラジオコンテンツをコアハウス限定で配信してて、それを、生放送っていう形で月、2ヶ月に1回やらせてもらうみたいな感じになってます。で今月はとりあえず一発目だから、今日3日とあと19日にもハウスパーティーやるんだけど、2回普通にこういう生配信をコアハウスの中で2時間、やらせてもらうっていう感じです。次は19日にやる。うん、でまあなんかね、今後ねちょびちょびこうやって頭15分ぐらいはインスタライブつないだりとかして、どういう配信してるのかをみんなに見てもらう機会を増やそっかなみたいな話はスタッフさんとかともしてたんで、今日試しにやってみてるんですけど、そういつもね、あそう、ジェルネイルねオフしたんですよ。ジェルネイルオフしました。新しいジェルねしないとなと思ってます、っていう感じかな。あ、アンドロイドは画質が
選べるだけで画面が大きくできないという事案が発生してるらしい。なるほど。これは多分今スタッフさんも見てると思うんで、要調整の位置ですね。なんかね、こういうのもね、この教えてくれると嬉しくて、なんかいろいろ Android と iPhone で結構なんかね違かったりもするみたいなんで、教えてくれると、今までもねそうやってそういうの教えてくれて、これ不便だなみたいなのを、まあ俺も実際使ってて不便だなと思うこととかいっぱいあったから、そういうのとかを結構ほら、俺わりかしコアハウスってさ、あのファンクラブ、 BMSC のファンクラブの中でも多分一番最初にこの生配信とかやり始めたりとか、結構俺がわがまま言っていろんな機能を追加したので、そっからなんか起きたいろんな不便なこととかをみんなからフィードバックもらって、それをスタッフさんに流してっていうのをずっと繰り返してきてたんで、なんか今ねスタッフさんたちいろんなこと、あのカレンダー機能とかも含めてさ、すげえいろいろ対応してくれてるんで、あと今まだ入れてないよってことかもいるでしょ、多分それの対応とかもねすごい頑張ってくれてるんで、ちょっとそれが落ち着き次第フィードバックまとめてしとくんで、ぜひ教えてください、いろいろ。あ、で、じゃあということで、ちょっともう10分経っちゃってるんですけど、いつも通りのハウスパーティーをここからやっていくので、インスタライブ見てる皆さんは、こういう感じでいつもやってんだなと思って、ぜひね、次また19日にも、同じくハウスパーティーあるんで、それまでにまた入ってくれたりしたら嬉しいななんて思ってます。ということで、やっていきますよ。じゃあ画面いつも出します。チュイーン。ということで、よっしゃ！じゃあただいま、今日は、今日もね、ハッシュタグコアハウスで X ポストしてくれたらそちらも読むし、コアハウス内のコメントもバンバン読んでいくんで、コアハウス内のコメントがすげえやっぱ見やすくなったな、めっちゃいい感じ。画面は小さいけど今までより画質もいいし、サクサク動くし、ほんと快適。あ、ほんとに？いや、やっぱサクサク動くのがでもなんだかんだ言って大事だよね。俺もやっぱみんなから止まっちゃったとかさ、聞けないみたいなのが来ると、やっぱそれが一番どうしようってなってたから、よかったよかったよかったよ。サクサクだよねマジで。ね、なんか見やすくなったよね、すごい。もうすでにコメントがたくさん来てますけど、たった今再入居できたって人もいるんだね。突発性難聴になって落ち込んでたけど、コア君見たら元気出たって、すごい。俺もねこの間ね耳の調子あんま良くなくて、ちょっと確認してたんだけど、俺はね気圧でダメだったんだけど、耳は本当ね大事にしようね。突発性難聴とかも早めにちゃんと病院行くとちゃんと治療できるから、耳はね意外と治らないってことはなかなかなかったりするんで、ちゃんと病院に行くっていうのが大事なんで、怖がらずに行きましょうね。さあ、そんなわけでじゃあ始めていきましょうか。じゃあまずはですね、コアハウスのねいつものハウスパーティーの恒例の行事がありますよね。乾杯から始めますよ。今日の飲み物、さあ果たしてみんな今日の飲み物当てられる人いるのか。絶対当たんない自信あるんだけど、絶対当たんない自信ある。今日俺の飲み物当てられる人いる？ちょっと当ててみてコメントで。うん、コア君ヒストリー登録できるようにしてくれてありがとう。いや、あれはね俺じゃないですね、もうあれは本当にスタッフさんたちがみんなからの声を直接見て、やっぱヒストリーがなくなるのってこんな寂しいんだっていうのを理解してくれて、スタッフさんたちが動いてくれた結果なんで、俺じゃないです全然。ただ俺のヒストリーの数ね、申請のページから見たけど、やっぱ俺のやっぱヒストリーの数おかしかったな、やっぱ単独のライブ以外も全部やってたからね。本当にすごいことですよ。ありがたいありがたい。ちょっとじゃあ皆さんコメントで俺の飲み物どうどう、コメントが一気に来るとさすがに固まったりもすんのかな。スタバのバナナバタービールだ。俺ビール飲めないのよ俺お酒飲めないから。ペットボトルのゴンチャ、おー、水、白湯、ゆず茶。あ、結構でもみんなこうなんかいつも俺が飲まないやつをうまいことチョイスして当てに来ようとしてるな。カルピスの新作のレモン、逆にコーラ、逆にね。じゃあいきますよ、本日の私の皆さんと乾杯する飲み物こちらです。じゃじゃん、ザバス絶対当たんないでしょ、絶対当たるわけない。しかもフルーツミックス、ザバスザバス。
ということでね、運動をしてタパスを飲んでこれを繰り返して、もうほんと痩せてさ、痩せたけど、まあ、体重はねぶっちゃけねそんなに落としてなくて、1回4キロぐらいバッと落ちたんだけど、今体重はね割と食事ちゃんとしてるから戻してて、体脂肪率だけね結構落ちました。いい感じでね、いい感じでお腹周りがスッキリしてきて安心してるんですけど、ちょっと今はね筋トレもしてるんで、ということでザパスでいきたいと思います。今日はザパス当たんない、プラスねちょっと今日はサブで1日分の鉄分取れるヨーグルト、飲むヨーグルトも、これ結構お気に入りなんで、そう結構お気に入り夫人の中に入ってるんだよね、ザパスのフルーツミックスとこのプレーンの1日分の飲むヨーグルトと、あとこっちか、1日分の飲むヨーグルト、お母さんがねそう登場して家なんで、これマジで1日分のヨーグルトと、あとあれね、なんだっけ、トロピカーナのマルチビタミン、あれは結構お気に入りなんで、ということで皆さん今月も1ヶ月始まっていきますけど、コアハウスまずリニューアル記念と1ヶ月始まるよってことで、今月も頑張りましょう。乾杯、イエイ、乾杯、インスタライブの皆さんも乾杯、イエイ。いい痩せ方、顔が小さくなったね、あのフェイスラインがね変わるよね、やっぱ痩せると。俺やっぱ顔から落ちていくもんな、お肉が。顔と足が分かりやすかったね。もともとね、なんか骨格上、よくヘアメイクのアサミンと話すんだけど、骨格上なんかね、このここのエラが、エラのラインがこう出にくい骨格もともとしてて、俺なんかフェイスラインが結構ね消えやすいっていうか、影とかの入り方で、照明の当たり方でね消えやすいんだけど、もうそれってもうここの筋肉を必死に鍛えて、こういうのいつもやってんだけど、鍛えてプラスもう本当に顎周りのお肉を落とすしかもう、ね、方法がないんで、そうって感じ。乾杯乾杯だって、すごいすごい、コメントがもういっぱい来てる。真っ白になっちゃった。鉄分大事。いや本当に。あ、そう、チームガイアね発表されたけど、どうでした？どうだった、あれ。あれ良かったっしょ？あの今ね、コアハウスだけじゃねえ、あのファンクラブ内でね、各アーティストの、ファンクラブ内で公開されてますけど、いいでしょう。チームガイア、BMSG ガイアはあのメンバーがもうすごい強でね、結構ね、まあ、どのチームもすごい色濃いメンバー揃ってるんだけど、なんかうちはなんつうんだろう、なんかあの特にこう主張強めというかね、結構アーティストとしてのエゴがいい意味でちゃんと持ってる、強めのエゴを持ってる、それが分かりやすいみたいなね、なんかあの属性が分かりやすい、うちのチーム多分あの全チームさ、アーティストエゴとかちゃんとあるしさ、みんなそれぞれ武器があるんだけど、もちろんなんかね、ガイアのメンバーはあの、まあ、両機とかを筆頭に結構属性が分かりやすいっていうか、なんか炎タイプとか水タイプとかっていうのが分かりやすい人たちが揃ってるから絵がねすごく浮かびやすいチームなのかなってね思うんだけど、このメンバーでバラードだったらウケるとか、いやだからまあ裏切りたいみたいなのも俺言ってたしね。そうね、まあまあまあ楽しみにしてください。またそこはね情報解禁があると思いますんで、楽しみにしてください。本当に、いやいや、でも本当あれ何の台本もなしでやってるからさ、本当に現場で俺らが一番びっくりしたからさ、本当にめちゃくちゃ面白かったよあれ撮影、まあ、結構ね前に撮影あれしたんで、結構動画公開までに時間があったからこそ、あの昨日のコアハウスのブログで、昨日じゃない今日か、今日のコアハウスのブログであの上げたけどさ、撮影の時に撮った TikTok、 X の TikTok がさ、あなたと過ごす毎日は最高ですの TikTok を日高さんと翔太と2パターン撮ったんだけど、現場でそのビジュアルがさ、その動画のビジュアルだったから動画公開まで出せないっていうので下書きにずっと入ってたんだけど、そう今もう X じゃなくて、次あのシカトのダンスチャレンジがもうすぐ出るんですよ。そうシカトのダンスチャレンジがもうすぐね出るからね、めんどっちいからまとめててシカトパーパー勝ったリーダー関係ねえからシカトっていうのがね出るんですけど、そうそうそう、なんでね
ちょっと頭長めに説明しちゃったから、ちょっとちょびっともうちょっとだけインスタライブやるけど、そうそうそう、シカトのチャレンジが出るんで、ちょっとそっちを押したいっていうのもあって、ちょっとタイミング的に X じゃないなっていうので、上げるタイミングなくなっちゃうから、これお蔵入りだなってなって、お蔵入りさせるのもったいないからと思って、あのコアハウスにね、今日ブログで2つとも載っけたんですけど、そうそうそう、まあね、コアハウスのブログももう早速もう解説初日から3日連続で上がってますし、まあ、まだまだ上がるし日記みたいなブログも始めた、日記みたいなブログって言ってるけど果たして日記なのかっていう、動画とかも毎回3つ4つついてて、写真もポンポン載ってて、未公開の情報とかも割とポロッと言ってたりするから、果たしてこれは日記っていう、別に普通のブログって言っていいんじゃないかってぐらいの質量のが毎日上がってるんだけど、そうそうそう、あ、ね、シカトチャレンジはね、忍者ウィメイドイットっていうね、それこそ今日ちょうど翔太の踊りませんかと一緒に、あの渋沢栄一っていう曲が忍者ウィメイドイットはリリース、してたんだけど、渋沢栄一と遊んでくエビデイ、結構ヒップホップのね、そのアトランタとかのノリをもろ日本でやってるクルーで、3人組のクルーで、すごくね仲良くさせてもらってて、そうプライベートとかでもね親交のある3人なんですけど、シカとすごい合いそうだなと思って、ヒップホップチューンだしそういうノリの方が合うかなと思って連絡したら、ぜひぜひってこと でこの間 YouTube も一緒に撮ってきたんで、楽しみにしてください。もうじきね上がると思うんで、そうそう、紙幣が上がったから、そう紙幣今日で変わったんだよ、みんなもう受け取った、新しい1万円新紙幣やばいよね。ちょっとコメント読もう。ラップスターやばかった。ラップスターよかったね。めっちゃ楽しかった。そう、幕張。急遽ね、ほんとあの日レコーディングの予定だったんだけど、スケジュールがちょっと変わって、そうそうそう、レコーディングがなくなったから、急遽ちょっと、ラップスターがあれ作ってるチームが、別のことでお仕事一緒にしたりとかもあって、繋がってたんで、連絡させてもらって、そう、ショーリーウィンボーイとね、一緒に遊びに行ったんだけど、ショーリーウィンボーイが浩二屋くんと仲良しだったから、そうそうそう、一緒に見に行こうっつって、で終わった後も裏でねみんなとワッサップして、ファイナリストのみんなとワッサップできて、いやね、みんなかっこよかったね。やっぱシャルルちゃんが本当にぶちかましてたね。うーん、そっか、もうキャッシュレスだから現金なかなか使わないっていう人も多いんだね。うーん、いやでも新紙幣やっぱ慣れるまでにちょっと時間かかりそうだよね。正直なかなか慣れなくない、新しいのね。さあ、そんなわけでちょっとじゃあこっからは、まあコアハウスね、いつもコアハウスでしか喋らない内容っていうか、ちょっとこう何ポロッと新しい情報を言ったりとかもよくさせてもらってるんで、クローズドなのをいいことにね、スタッフさんに確認取りながらですけど、もちろん怒られない程度に新しい情報を出したりとかちょびちょびしてるんで、ちょっとここら辺でインスタライブは切らせてもらって、コアハウスであと1時間半ぐらいやらせてもらおうかなと思います。で19日もあるんで、ハウスパーティー同じく2時間あるんで、ちょっと19日までにもし入りたいよって人また入ってもらって、19日のハウスパーティーでぜひお会いしましょう。ということで、じゃあインスタライブ終わるね、みんな。インスタライブ終わります。ありがとう、ありがとう、インスタライブ見てくれたみんな、コアハウスで待ってます。イエイ。